はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。今回はね、そんなに今宝珠で困ってはいないんだけど、ちょっと早めにやっておきたかったっていうのがあって、福コインね、108つ貯まりましたんで、なんか願いを込めて108連やりたいなと思います。お年玉コインとかもね、もうちょっとこれ回しちゃおうかな。1個だけ残そうかな。この福ガシャはなんか消えそうだけどね。でお年玉コイン2022もねやろうかなと思います。珍しいね、ランクアップコインはもう消えちゃったのかな。108つ、ちょうどいいんでね。なんか最近ガシャ運がいいのでちょっと期待しております。ということで、シカさんはね、今回イベントシカさんもゲットして、両方ね、リュータと雪姫もいるんだけど、リュータなんかね、正義、今後純真、勇気、闘志、あと竜神リュータもいるからね、かなり、リュータシリーズ楽しみですね。討伐戦なんだよね、次はね。どうなんだろうね、滅竜来るのかって感じしますよね。今ちょうどガシャで滅竜だったから、超ガシャがね、だからイベントも滅竜になるのか、それともね星演技で来るのか、ちょっとどうなんでしょう。最近討伐戦はね星演技だったけど、でもスゴロクの月は討伐戦なんだね。ハイスコアチャレンジもね、討伐戦多いな。でも滅竜やってんな、討伐戦。そうか、ってことは炎竜の次だ。なんかね、なんちゃら竜だね。ハイスコアチャレンジはね、コメントもいただいてたけど、多分転生の回収が間に合ってないんじゃないかな。ミッションとかね、転生 A ランクのみで、S ラン、調整使わないでクリアとかがね、転生でいけちゃったりするからね。はい、という感じで、スゴロクもね、結構今回やっぱ到達大変だよな、達成するの。超級ばっかやればいくんだろうけど、っていうのと、あと今回ね、ラッキーステージが転生じゃないので、今まで私ね、スゴロクで順位とか気にしたことなかったんですけど、今回はね、やっぱね、このミッション取らなきゃいけないから、やっぱりそこそこ、やらないといけなかったですね。まだちょっと中級とか、上級とか、超級のもっとすごいのとか、クリアしていないんですけど、サイコロも1300回か。なんかっていう感じでしたね。とりあえず超級のミッションはね、超ガシャチケットは回収終わってますけど、順位もなんかね、後で明日かな、サブアカのを見せるけど、サブアカはすごいよ、無課金サブアカ。やっぱりサーバー2の時代なのかな。サーバー2やっぱりいろいろ順位も取りやすいし、サーバーにいいな。今回は大元気もゲットしたからね、私はこの辺、前回はね、私大きい陣ゲットしたけど、ピックのやつね、今回はちょっとダメでしたけど、私は今、乗ってる男なので、行きましょう。お年玉コインからやっちゃおうかな。これ、私出なかったな、展示し。ちょっとまだ動画にしてないんだけど、単発でもね、実は超ガシャで出たりしててね。最高。ダメだ。ダメだとただの食コインになっちゃうね。あとね、私再生リストにコインの歴史っていうね、動画を作ってるんで、動画つか再生リストを作ってるんで、よろしければね、見ると、なんだこんないっぱいあるなって感じがしますけどね。はい、ごめんなさい。これで運も落ちたかな。じゃあ、先にお年玉コインからいっちゃおうかな。これはね、倍率ドンなんだよね。10宝珠からなんで、これ、いいね。だから正確に言うと118年か。ただスゴロクイベントはあれだよね、ミッションでデイリーミッションで宝珠もらえないんだよね。だそこがちょっと違うな。
10、10、10、10、10、10、10、100来い。50か、まあ、こんなもんなのかな。でも140宝珠ゲットです、ありがとう。なんかね、宝珠がいい生活だね。さあ、じゃあ108連いきましょう。これはね、5からだね。で、10がなくて50、100、50から一緒だね。なんだっけな、5000宝珠当てた人は調整確定演出だったらしいんだけど、あ、気になったっつったかな。転生確定演出来てほしいね。まだこっちに実装してないか、転生は。やだ、ブラックとか。これね、すごいんだよ。今まで何回かこの、なんだっけ、お宝コインじゃない、なんだっけこれ。福コインか、福コイン100連とか99連とかさ、なんか何回かやったことあるけど、ほんと全部5だったことが何回かありますね。なかなか5を突破するの大変なんだけど、すごい確率だと思うな。多分ね、50が 10% ない、あ、50が 1% じゃないかな。で、あとはもう 0.00 何パーセントかと思う。妖怪三角章の世界ってね、小生群マシンすり抜けたら 0.0031% とかだから、なんか本当どうしてんだろうな。マスターにパーセント入れてるだけか。ちょっとなんか1日ぐらいちょっとなんかね、マスターいじってくれたら、それでなんかね、出たい日もあるけどね。うりゃ、よいしょ。あ、50だ。なんか思わず声、大きい声出しちゃった、こんな朝早く。ごめんなさい。50出た。50出ると140か。まあ大体宝珠、私ね、2000あるとなんか安心するよね。なんかお財布に3000円入ってるかな、ね、4000円あるともうお財布に1万円入ってるかな、ね、さあ、青から50は出ましたね。とりあえずドボンはない。ドボン、まあドボンみたいなもんだけどな。なんかな、5000宝珠来たーって動画作ってみてえな。なんかな、赤玉すら出ねえな。まあ一応裏パーフェクトはないからいいんだけど、でもあんな50とか見逃すよね。なんか見逃しやすい、なんか500とかさ、なんかそういうのポイって言っとくように、言ってくれないかな。なんとなくさ、福コイン今回してる人って少ないと思うんだよね。だからなんかこういう換算機というか、もうでも福コインなんかあんまりもらえないからな、最近。デイリーミッションなくなったもんね、福コインがね。なので、100連以上するのが今回が最後じゃないかな。来てくんねえかな。ほんと1安打完封みたいになりそうだ、どこだと。しかも1枚もね、50宝珠だからね、内野安打みたいなもんだよね。いやー、ダメか。よこしょ。赤玉すら出ねえ。やべえ。完全試合逃れて、ノーヒットノーランは大丈夫なんだけど、本当に完封されそうだ。変わらないね。あれ、前小説当てた方聞いたことあんだよな。うわ、赤玉ゼロ。いやー、1安打完封、延長戦最後8枚いきましょう。
108つ願い事叶えろよ。ジバニャンとか来てくれたらな。熱いけど、どうやら実装はされてないね。お、赤玉最後に来た。なんてこった。さあこれが5000だよきっと。最後に、最後にね、ちゃんとドラマがおりゃありましたね。まあでもなんか4400王子、すごいサブアカみたいに王子がいっぱいありますね。これはでかいな。はい、討伐戦これでいっちゃうみたいなね。なんかそんなあれだね。うん、ちょっと閲覧コイン使っちゃおう。おう、椿姫、この前アニメで椿姫出てましたね。今 YouTube のあれは吹雪姫の回かな。吹雪姫、椿姫、百鬼姫、三姫が出た珍しい回でしたね。しかも全員声同じで、駒さん、駒次郎も声一緒だからすごかったね、あの声の分け方が。妖怪ウォッチなんかね、アニメまだやってるのよ。前回ね、ぬらりの神回だったんだけど、これは残念だな。絆行きですね。はい、というわけで今回こんな感じです。妖怪ウォッチのねアニメはレベル5チャンネル行くと見れますね。なんでという感じですね。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。次回、討伐戦なんで、またね、ちょっと討伐戦の前に宝珠増やすってちょっと私らしくないんですけど、なんかそろそろずっと引きたいなってうずうずしてて、パネルミッションがね7日までなんで、とっとと終わらしたいですね。これ終わらすか。小選札300枚ってさ、かなり難しいんだよね。これなんとかしてほしいんだよな。小選札300枚、これはね毎回羽を交換しちゃってね。本当はねこの塊とかかけらとか交換したいんだけど、すぐ周回サボるからあえてやってね。300枚使うの難しいんだよな。あと600枚貯まったらこれやろうかなと思います。ちょっと小政府だ使いづらいんで、ちょっとミッションに入れられても今困るよね。小政召喚ね最近難しくなって、これが本当サブアカとか全然できない、これが本当超不満だな。まあいければね、一回いければ楽なんだけど、一回小政召喚ができないっていうね、ここにね一応ありますんで、ぜひね小政召喚、私もほとんどいっちゃったからな。ほとんどとか1回はみんな行っちゃったからな。はい、であとそうだ、思い出した、お楽しみガシャよく忘れんだよね。これはね確認、有料宝具で買ったんで、ちょっとあれですね、お楽しみが確か、お楽しみじゃ、お試しがまだ1回もやったことない人ねあるんで、ぜひ使ってみてくださいと。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、次の討伐戦は滅竜か、推し演技か、滅竜な気もしますよね。これが特攻になってくれたら嬉しいけど、また、あれでも討伐戦ではなんちゃらの極意ってあんまり聞いたことないな。ね。はい、すいません。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。これも7日までだな。これも溜まってきたね。